はいどうも、木田です。今回は森林先生の総力戦生存戦略ということでやっていきます。裏科のエンドコンテンツである総力戦、なかなか初心者のうちだと相当難しいと思います。ですがもらえる報酬に青奇跡が大量にある以上、避けては通れないというか、なるべくいい結果を残したいですよね。ちなみに総力戦でどれぐらいの青奇跡がもらえるかはこちらの動画で解説をしております。ぜひ見てみてください。でこの総力戦である程度結果を残して素材をもらえる総力戦コインを集めたり、青奇跡をもらうために森林先生でもやれることについて今回は説明していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずは、フレンドを集めるというのが大事です。フレンドの集め方なんですけども、こちらの右上のメニューマークを押していただいて、こちらのフレンドをクリック、こちらのフレンド管理を押していただいて、こちらのフレンド検索をクリックですね。でそうしますと、このようにいろんな先生方のアカウントが出てきます。でこの中でまずやった方がいいのが、この右上のここのタブですね。ここのタブをクリックしていただいて、レベルの相当します。強い助っ人を借りたいと思っている方多いと思いますので、この一番上の81から90のレベルで相当しましょう。そうしますと、このように81以上の先生が出てきます。でこの人たちにね、片っ端からフレンド申請をしたらいいのかという話なんですけど、そういうわけではなくて、まずどれぐらいやってる方なのかをチェックしたいところですね。こちらのインフォメーションボタンを押していただくと、その方のプロフィールを見ることができます。でここの進行状況を見ればね、今の戦術対抗戦の順位だったり、前回の総力戦の順位だったりっていうのが見ることができます。任務もどこまで進んでるかがわかりますね。これで装備のティアがどこまで上がってるかもわかります。そしてこの助っ人のところをクリックしていただくと、まあ、これが一番重要で、総力戦なんかに出している助っ人をどれだけ育てているかを見ることができます。ここで一番見てほしいのは、こちらの地形適性の得意なところがサングラスのアイコンになっているかですね。でこれは通称グラサンと言いまして、今現状最高の固有武器星3まで育成できている証拠となります。そしてここのパッシブのところがパッシブプラスになっているか、パッシブプラスって書いてあったら固有武器星2までいっている証拠になります。そういったしっかり育っているキャラクターをチケットに置いてくれているかどうかを見てからフレンド申請をしましょう。あとおすすめとしては、今のフレンド数ですね、フレンド数がめちゃくちゃ少ない方なんかはあんまりフレンドのところを見てないと思います。なんでフレンド申請を送っても全然気づかない方もいらっしゃると思うので、個人的には20人近くいるような人を狙ってフレンド申請をするといいでしょう。レベルがすごく高くてもフレンド数が0とかだと、多分フレンドの機能を使う気ない方だったりすると思うので、こういう方に申請をしても多分気づかれないでしょうね。でちなみに、そんな意識の高い人がフレンドを承認してくれるのかって話なんですけど、全然承認してくれます。なぜかというと、総力戦の助っ人に関しては借りられたらクレジットが入るのでかなり美味しいんですよ。で強強の先生ってあんまり借りない方もいらっしゃるので、むしろ初心者の方々に使ってほしくて承認をする方も全然いっぱいいます。使われた側にもメリットがありますからね。なのでレベルがカンストしていて、フレンド数もそれなりにいて、インフォメーションで見た時にしっかり助っ人設定がされてるかを確認してからフレンド申請をすることで、フレンドを集めることができちゃうかもしれません。で初心者先生はこれこそが一番大事ですね。そして強い助っ人を借りられるフレンドをゲットできたら、自分がやることとしましては、アタッカーをだんだん育てて総力戦に備えるわけではなく、アタッカーは借りるつもりで、その強強のアタッカーをサポートできるキャラクターを育成するというのが重要です。特にその強強のキャラクターの火力を何倍にもしてくれるようなキャラクターがブラーカにはいます。でそういったキャラクターはスキルレベルさえ上がってしまえば、押し上げだったりがそこまで必要のないキャラクターもいますので、そういったキャラクターを育成して借りたアタッカーをバフするというのが最初の方の戦略になります。ここからはどんなキャラクターを育成したら総力戦で役に立つのか、この内容について説明をしていきます。はい、こちらが育成をおすすめするキャラクターです。借りるのはアタッカーなので、こちらで育成をするのはサポートでそのアタッカーをバフしてくれるキャラクターだったり、コストを安くしてくれたり、またまた敵の防御力を下げて火力を底上げしたりといったキャラクターがおすすめになります。そしていくら強いといってもアタッカーは落ちやすいので、
そういったキャラクターをサポートできるようなキャラクターもおすすめになります。あとは大して育成できてなくても強いキャラクターですね。まずこの SAB が強いアタッカーをサポートできるようなキャラクターで、タンクとヒーラータクティカルサポートで分けております。まずタクティカルサポートなんですけども、大して育成できていなくても呼んだ時にタクティカルサポートのプラスの攻撃力はバカ強いので、押し上げとかがあまりできていなくてもめちゃめちゃ強いのがタクティカルサポートの特徴です。そのためイロハやアヤネ、水着といったキャラクターはもう呼ぶだけでめちゃめちゃ強いので、ある程度レベルを上げてそのまま使うことができちゃいます。かなりおすすめですね。通常任務とかでも大活躍になります。というかイロハさえいれば通常任務かなり無双できますね。そして敵の攻撃もかなり痛いので、そういったアタッカーを回復してあげたり、タンクをサポートする意味合いでもヒーラーは結構重要です。総力戦ヒエロニムスでも回復がいないと話になりませんからね。でそんな中で誰でも持っているセリナなんかはめちゃめちゃ強いので育成してあげてください。ココナも超強いですね。で序盤の頃なんかはいくらレベルを上げてもね、かなり自分の味方が柔らかいので、小春のような範囲回復やのどかのような複数人を回復できるスキルは結構魅力的になります。特にのどかは編成しておくと攻撃力も上げてくれますからね。そしてタンクの中で序盤に持っておくともう本当に役に立ちますし、最後の方まで役に立てるのがこの体操服優香ですね。でおそらくね、夏が過ぎたあたりで復刻が来るんじゃないかなと思うんですけど、この子限定キャラクターで味方全員を移動させてバリアを張ることができます。生存率も上げられて移動もできますので、もう本当に潰しが効くというか、いろんなことに使えます。そしてメモリアルロビーもね、もうめちゃくちゃ可愛くてエッチなので、いろんなことに使う。アツコも全体回復をしながら耐えてくれるタンクなんで、すっごい便利ですね。夏は総力戦ペロロジラではほぼ必須級になりますので、夏がいないと夏を借りることになってしまったりするので、育成しておいた方がいいかもしれません。そして S 級にいるのはですね、まあ殿下の宝刀と言いますか、もう持ってない方が常に後悔をしているようなキャラクターですね。アコヒマリはもう特にですね、もうどの総力戦でもずっと使われてます。正月の風化に関しては要所要所でアコと入れ替わりが起こったりしますね。会心ダメージを上げつつ味方のスキルコストを半分にしてくれるっていう超優秀キャラクターなんで、特に超強力なアタッカーであるミカと相性がいいです。あとは、水着の星野に関しては爆発の総力戦ではもういないと話にならないレベルで強いです。特に水着の星野のね、入手難易度が高いので、この辺りのキャラクターは復刻が来たら絶対に引くことをお勧めします。で A ランクに関しては S よりも使用頻度は低いんですけど、でもめちゃめちゃ優秀なキャラクターたちで、ナギちゃんに関してはスペシャルなんですけど、アコヒマリがいない方はね、まあ、多分使うことになるんじゃないかなと思います。爆発の総力戦とかでですね。カヨコもストライカーのキャラクターなんですが、神秘タイプの特攻を与えてくれまして、しかも2コストで回せるんでめちゃめちゃ優秀です。チェリノはいろんな総力戦で使われておりますし、ケセドでは人権級に強いです。持っておくといろんなことに使えるのがこの子ですね。いるだけでコストの回復も早くなります。あとは各種チャレンジクエストで大活躍のシュンなんかも持っておくと、開始した時に 3.8 コストを増やしてくれますので、短期決戦なんかに有効です。スペシャル枠の水着のしずこに関してはイベントの配布キャラなんですけど、バチクソ強いです。スペシャル枠で味方を移動させながらバリアを張ってくれる、そして会心ダメージも上げてくれるということで、もう本当に強いです。イベントが復刻したら必ずもらいましょう。そして総力戦コインでもらえるこちらのアズサとマキですね。この2人はアタッカーとしても超優秀ですし、ノーマルスキルで敵の防御力を下げてくれるんで、序盤あんまりスキルレベルが上がっていなくてアタッカーとしては不十分という時でも、防御を下げて借りてきたアタッカーの火力を上げてくれますので、育てておいて損はないです。でだんだん育ってきたらアタッカーとして使えば、もう本当に無駄がないですよね。その他防御力ダウンのキャラクターはこのアカネもそうですし、水着のアズサ、正月春菜も防御力ダウンを持っています。これらのキャラクターはアタッカーとしても強いし、防御ダウンも持っているので総力戦ではかなり役に立つキャラクターです。アカネはまあデバフ専用ですけどね。それでも HP がある程度あるので
タンク役として役に立ったりします。あとウイに関しては EX スキルで2回までスキルコストを半分にしてくれる超優秀スキルを持ってます。ただレベルが上がってないとね、全体攻撃とかで落ちちゃったりすることも多いので、レベルはしっかり上げておかないとサポートをする時間が短くなってしまうかもしれません。すぐに落ちちゃうんでね。ですが優秀なキャラに変わりはありません。こんな感じでちょっと雑に説明してしまったんですけども、この中で持っているキャラクターがいて総力戦を頑張りたいんだという方はフレンドを集めてからこの辺りのキャラクターの育成に取り掛かってみるのもいいんじゃないでしょうか。ただね、総力戦ってエンドコンテンツなんでやっぱり結構難しいです。あまり無理せず楽しんでいただければと思います。それでは今回はこの辺で、良ければ高評価も押していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。